田しも政治の写真、親族提供、田しも政治6月5日から1953年9月4日は、日本の政治家。衆議院議員、新潟県南神原郡鴨町長。新潟県南神原郡鴨町で、田しも元平の長男として生まれたが、幼くして、父が死去し、祖父、五郎七に養育された。1904年。 北海道町立札幌中学校を卒業。1905年、一年志願兵として、村松不評第30連隊に入隊し、不評少位に昇進して除隊した。1910年、鴨町収入役に就任。1922年1月、鴨町会議員に当選し、その後、道議長に就任。1 9 2三年、新潟県会議員に当選し、 同議長も務めた。1940年、大政翼3会が組織され、新潟県産与に就任し、大政翼3会南神原郡協力会議長、県中央協力会議員、鴨町翼3総年団長などを歴任。1941年、鴨町長となる。1942年4月、 第21回衆議院議員総選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受け、新潟県第3区から出馬して当選。同年7月、鴨町長に再選。この間、翼山政治改正長大党は委員を務めた。戦後の1947年に公職追放となった。その他、鴨町の会長、鴨町体育会長、鴨銀行取締役、 鴨信用組合長、鴨町実業協会長なども務めた。また、鴨モ号工事整理組合長として、大排水工事を推進した。ありがとうございます。